スはあのいつも通り打ってたんですけど、ただあのファンがですね、少し打ち急いだ感があったので、あのそれを一回修正して、もう少し続いていけるからいいです。良かった面としては、まあ、ワールドカップの時と比べて少しキャッチの部分で、水をつかむ感覚が良かったっていうのが一番印象的ですね。選考会あと50日ほどですけども、まあ、50m はありませんけども、 500m につながる上で自分はこういうことが良かった、改めていいつながりになるなっていうのは、非常にまだターンが下手くそなので、あの練習でターンの練習もコースと相談して、ちょっと入れられたらいいなと思います。あと 100m ありますけども、こちらの具体的な目標ですとかタイムっていかがですか？具体的な目標は変わらず49秒台目指して頑張りたいと思います。選考会に向けて改めて決意みたいなのを今言える範囲で教えてください。そうですね、やはり2009年もそうだったんですけど、あまり短水路の結果が良くなくて、その後の高知合宿から取り返した部分が大きかったので、今回も、しっかりと覚悟を決めて1ヶ月、追い込んでまた調整したいと思います。2012年オリンピックイヤーの初の結果だったんですけども、初戦としてはいかがですか？初戦としては、やはりちょっとぎこちなさが残った試合というかレースだったかなと思います。100明日またありますから、少し